辺路道は、四国霊場において、霊場間をつなぎ、巡礼者が歩く道を言う。四国八十八箇所の札所間だけではなく、番外霊場や新四国曼荼羅霊場、四国三十三観音霊場へつながる道も含まれる。競技には、歩きでしか通れない道を呼ぶことがある。また、小豆島霊場の歩行者のみが通る、巡礼道。 笹栗霊場の巡礼道も変路道という。一般的には、車道として整備された道も含むが、車やオートバイ、自転車などを使った変路が、競技の変路道を迂回するために通行する道路で、歩き変路が使わない道は、変路道とは呼ばない。また、空海が通ったと見られる、本来の道を、急変路道というが、崩れたりあぶかしたりして通れなくなったり、 新しく近い道ができたために、ほとんどの巡礼者が通らなくなった道を、急変路道という場合もある。さぬき変路道根コーデラ道のマニリン島と下城石阿波変路道達江寺道の変路道表と四国の道道表奈良時代には、主言道の修行者や、生と呼ばれる民間宗教者が、四国の変地を訪れて修行をしていた。これが、 四国遍路の祖経だという説があるが、この人々が歩いた道が、現在の遍路道につながるかどうかは不明である。四国霊場を開いたとされる空海の入場以後、その修行の後をたどって、平安時代末頃から新言州の僧が四国を回るようになる。当初は、四国各地の寺院や神社、工房大師の霊石などを、 それぞれが独自に巡っていたため道筋は一定ではなかったであろうが、僧の修行のための四国巡礼が確立されるに、従って通る道がある、程度固定化し、現在のように四国令状を結ぶ経路ができていったと考えられる。江戸時代になって社会が安定し、西国や坂東と共に四国令状にも庶民による巡礼が一般化し始め、知釈院の早期よ自然が、 女王2年に巡拝した記録、四国遍路日記の中に、阿波の阿波で、世間ルフの日記を買ったことが記されているように、遍路のための案内書が出版されるようになっている。そして、20回以上四国令状をめぐったとされるそう、マネンが上京4年に、大阪で観光した、四国なじ同志難が現存する最初の出版された、ガイドブックで、さらに、 現存する書物の中で初めて88カジの札書番号を記載し、一番札書から順に記述している。マネンは四国88カ所を巡るのに合理的な経路を示し、自らが建てた道標石を紹介して変路への便宜を図っている。記事中に紹介された道標石は30カ所程度しかないが、総数では204カ所に建てられたという。 この道標石は、変路道の固定化を進めたものと考えられる。西国や坂道の札所が、必ずしも、札所番号の順番に並んでおらず、最短距離で巡礼するには、巡不動にならざるを得ないのに対して、四国令状では、札所の番号順に進むことで一部を除いて一本の線となり、四国を環状に結ぶようになっているのは札所が、計画的に決められたからであろう。 辺路道が固定化したと言っても、新たに近道やより歩きやすい道ができると、人々はそちらを歩くようになる。明治以降は、トンネルや、橋梁の建設などによる道路の付け替えも進み、辺路道も大きく変遷していった。現在では一部の山岳寺院への登山道などを除き、多くが、国道や地方道に編入され、舗装道路となっている。ただし、近年になって、 歩き変路の愛好者が増えたことで、捨てれていた、急変路道を再整備する動きが起こり、変路道保存協力会や、ロータリークラブ等の団体や地元の有志、地方公共団体などにより、峠道などで、いくつかの変路道が復元、整備されている。四国88カ所令状は環状になっているため、変路は、どこから始めても良いとされている。したがって、 変路道の起点というものは考える必要はない。四国在住の変路は、最寄りの札所から、岡山方面からの変路は、田戸津港や丸亀港に上陸し、全通寺から、広島方面や九州からの変路は、松山港に上陸し、大山寺から、また、八幡浜港に上陸し、赤市寺からと様々で、実際に大正7年6月4日熊本を出発した。 高村伊勢は7月14日、八幡浜港に上陸し、翌日明石寺に向かい逆打ちをしている。しかし、関西伊東方面からの変路が多く、また、案内書が一番札所の霊山寺から順に、紹介するようになってからは、1という数字に引かれること、四国88箇所は、工房大師が、 密教の曼荼羅の世界を四国に投影したという思想によって、阿波を発信の道場、土佐を修行の道場、伊王、菩提の道場、佐抜を、涅槃の道場と呼ぶのでその順番に惹かれること、などの点からも一番札所から始める遍路が圧倒的に多かったと考えられ、さらに現代は容易に一番札所まで移動できるためどこ在住の人でも一番からスタートする遍路が多い。 そして、近代以前は、大阪方面からの遍路のほとんどは、淡路島を経由して、岡崎港へ上陸し、無谷街道を通って一番札所の霊山寺へ向かったことを考えると、遍路道の起点を、鳴門市の岡崎港と考えることもできたが、今は、本市連絡橋で、直接一番札所へ到着するので、霊山寺境内にある、発信の門が起点と言わざるを得ない。 変路道シールの一例四国令状の内四国八十八箇所の札所人員を結ぶ一般的な変路道の現状は次の通りである。ここでは九国名で区分しているが、阿波国と徳島県、土佐国と高知県、伊予国と愛媛県、佐抜国と香川県の範囲は一致していて、阿波変路道、土佐変路道、伊予変路道、佐抜県路道となり、さらに小区分される。 各変路道の名称の付け方は、その道の先にある札所の名前を冠にする前例に従っている。なお、ここでの画像は、特段の断りがない限りその先の札所に向かって撮っている。変路道には、変路文化を守る活動をしている NGO の、変路道保存協力会その他の団体や、地元自治体によって、歩き変路のために、変路道標識、変路道冊、 変路道シールなどの誘導表示が設置されている。これらの表示に従えば迷う心配は少ない。ただし、市街地では、札所の順番方向にしか設置されていないので、逆順で回る場合には見つけるのが難しい。登山道や、ハイキングコースを兼ねている道には、距離表示のある標識が設置されているところが多いが、稀に前後の標識で距離に矛盾がある場合がある。 国土交通省及び環境省によって四国の道が設定されている。その6割は変路道と一致しているが、中には大きく離れる区間もある。変路道の沿道に四国の道の石標も数多く建てられ、札所までの方向と距離が表示されているが、変路道と不一致の場合かなりの遠回りになる場合がある。 道路標識にも札所への方向と距離が表示されているものがある。これらの標識は車両が通行できる経路や札所の駐車場へ向かうための方向と距離が表示されているので歩き変路がこれに従うと遠回りになる場合が多いので注意が必要である。一番霊山寺まで現在では JR 坂道駅または鳴門西高速バス停から一番霊山寺まで歩き、 スタートする変路が多い。発信の道場両善寺の山門の前の石中一番霊、山寺門前を通る徳島県道12号、鳴門池田線を精神するのが近道だが、これを横断して直進し、突き当たった道が、無屋街道である。振り返ると、四国第一番、霊場両善寺の石柱も立っている。西に1キロメートルほど行くと、三佐寺の左側の道に、 四国第二番の石注文があるので、そちらへ入ると間もなく二番極楽寺である。門前の駐車場に市からの細道が変路道で、墓地の中を通って旧道へ降りる。板のインターチェンジへの取り付け道路のを潜り、変電所を過ぎると三番、金泉寺である。商店が並ぶ板野の市街地を通り、高徳線の踏切を渡ってしばらく行くと、徳島自動車道の高架を潜る。 この先は、丘のふもとを歩くな等の遍路道で、3番奥の院の愛善院に出る。民家の庭先を通る細道などを行き再び、自動車道の高架を潜ると、黒谷の遍路道で、小高い丘を越える。舗装道に出て北進すると、徳島県道、香川県道34号、石井引田繊に合流し、間もなく4番台に一時である。 県道を南下し自動車道を潜る手前で細道に、入って少し歩くと5番地蔵寺奥の院である、羅漢道の前に出る。山門前から山道を南下、突き当たりを西に折れ緩やかな起伏のある旧道を歩く。県道12号線も沿っていて、距離は若干短めである。県道の板野から鍛冶屋,屋原線の線路時期が使われている。鍛冶屋。 原の市街地を過ぎると、やがて6番安楽寺に着く。7番十学寺までは 1km 余りで近い。7番から精神し、徳島県道139号、船戸切れ、畑上田線と交差し、五章橋を渡る。3km ほどで右に、自動車道の高架が近づいてきたら、標識に注意して、右の細道に入ると、正面に8番。 熊谷寺の大きな山門が見えるが本堂はまだ300メートル先である。山門下まで戻って県道139号線を歩き標識に沿って左に進む。田園風景の向こうに9番法輪寺を囲む森が見えてくる。門前により南側の道を西に向かうと再び県道139号線に突き当たり秋月を過ぎて 変路用品店の看板が見えたら、右折し10番切れ、旗地への参道に入る。比較的平坦なここまでが、阿波の10カ所巡りの区間である。10番下から、徳島県道237号切れ、畑川島線で南下、約3キロメートルで吉野川がある。堤防を越えて潜水橋を渡ると他が広がる、中洲の全入寺島である。 もう一つ潜水橋を通って対岸に渡る。変路道標識に従って、徳島県道240号に尾江下村線に入り、飯尾敷地から路地を進むと間もなく11番、藤井寺である。焼山寺道変路にとって焼山寺道と呼ばれる、最初の難関が始まる。40メートルの11番藤井寺の裏から続く、山道には88カ所の本尊を移した祠らが、 並ぶ。上りがしばらく続き、3 2トルで標高4 4 0ルの長戸湾がある。次の3 2トルは、標高5 0 0ル前後の尾根道を進んで0 4トルの間に、標高5 8 0ルから5 0 0ルまで下る。水場のある柳水湾である。この先で標高4 8 0ルまで下って、 徳島県道245号にのみや山川線と交差したあと 1.1km の間に標高 580m まで登り、道はさらに急になって 0.9km で標高 745m の常連安に着く。ここから急な下りとなり 1.6km で一気に標高 450m の左右内集落に入る。 標高400メートルまで降り左右ない谷川を渡ると、最後の上りとなって2.5キロメートルで標高700メートルの12番焼山寺に、着く。下りも急な辺路道である。杖杉庵までの1.8キロメートルで、標高差260メートル、鍋岩まで1.6キロメートルでさらに200メートル、下る。鍋岩から大きく分けて2つの経路がある。1つは、 徳島県道43号新山川島線、国道438号で、神山町役場前を経由し、徳島県道21号神山悪意線に入るもの。一つは、玉が、峠源路道に入り、山村集落を結ぶ坂道を下って、徳島県道20号、石井新山線に入り、悪意川に沿って進み広野で、県道21号線に合流するものである。 こちらの方が、距離は 5km ほど短いが、玉が、峠辺路道は 2km 足らずで 200m 余り、登るため11番から登ってきた足にはかなり厳しい、道である。荒野からは 7km 余りで13番台に一時である。境内地のすぐ東側から県道を揃れて、辺路道を行き、市の宮橋で悪井川を渡る。2.3km で14番上落時である。 15番国分寺、16番観音寺、17番井戸、寺までそれぞれの区間距離は 0.8km、1.8km、2.8km と、13番からは、長かった11番からの道のりとは逆に立て続けに、札所がある。阿波の5箇所巡りと呼ばれる区間である。17番のある、徳島市国府町からこの後歩く。 国道55号に出るのにも二つの経路がある。一つは、徳島県道30号徳島鴨島線、徳島県道、香川県道1号徳島引田線、国道192号を歩き、そこから旧佐抜海道と国道438号で、中心市街地を抜け、二軒屋駅付近から東へ折れて、国道55号へ出るもの。もう一つは、 県道30号線の中悪井橋から悪井川に沿って南下し、徳島県道203号悪井新浜線に入り、途中に地蔵腰辺路道を歩き国道55号に出るもので、ある。国道を 5km 余り歩き、小松島市、芝生町で西に逸れると間もなく18番鬼山寺の入り口に着く。18番からは山道を下らずに駐車場からの、 舗装道路を降りてくると、源義経ゆかりの鶴巻坂、現場里坂の変路道がある。この先で、徳島県道136号偶走徳島線に、入り、立江川に架けられた朱塗りの白鷺橋を渡ると、正面に19番立江寺がある。再び、白鷺橋を渡って、徳島県道28号阿南小松島線、徳島県道22号阿南勝浦線、 徳島県道16号徳島上中線を通って、勝浦町西命へ出る。ここから、急な山道を2 9トル登ると、標高5 0 0ルの20番革林寺に着く。下りの辺路道は山門に戻らずに、本道への石段の上がり口にある手洗いの右を、下っていく。山道を2トル余りで4 6 0ル下ると中川沿いの大井に着く。 水井橋を渡ってから若杉谷川に沿って緩やかに登っていくが標高180メートルの都半口からは1.3キロメートルで250メートル登る旧坂を進み登り切っても境内まで0.4キロメートルは坂が続くふとしりゅ自動の後半の最初21番田り寺から普通は自動車駐車場からの急な舗装道を3.9キロメートル下って 徳島県道28号阿南小松島線に接続し、国道195号の通る阿南市汗尾町へ出るが、空海が修行をしたという写真が額に登ってから、山道を折り持ち福井を通って、国道195号の長町中山付近に出て、汗日に向かう経路もある。ただし、校舎は、歩く人が少なく一部危険な箇所があるということである。汗日から標高。 約250メートルの大根峠を越えると22番、平等寺である。大根峠の急旬な土井木階段22番、平等寺から月夜の集落を過ぎて、阿南市福井町小田で、国道55号に出た後23番薬王寺までは、阿南市福井町からそのまま国道を進むか、2キロメートルほど距離は、伸びるが景色が良い南町雪き市街地を通るかの2つの経路がある。 23番役王寺から24番、彩美咲寺までは 75km 余り。およそ 35km 先の海洋町四宿浦で、阿波国は、終わりと佐国に入る。すべて国道55号を歩くのが、最短距離であるが、途中には、峠越えの変路道や、急道もある。昭和初期までは、阿波島から、現在の鳴門市にある、岡崎港へ上陸した変路が、 無屋街道を通って一番札所まで歩いたので、この間も阿波の辺路道に含めるべきとも考えられる。その経路は、現在の徳島県道12号鳴門池田線に、ほぼ一致し、距離は、約12キロメートルである。この途中には一番霊山寺奥の院の通りに,に、や一番前、札と言われる、番外霊場の重林寺があるため、鳴門線の阿波大谷駅や高速バス停留所の、 高速ナルトからこの道を歩いてくる遍路がいる。修行の道場から24番西三崎寺、内市39番信光寺及を呼び、すくも島でこの辺りは、道ができる以前は、海岸が道であった観の浦からも、ひたすら国道55号に沿って歩く。東洋町の根の福越の花から、室戸市樹木までの9キロメートル余りは全く人家が、ない区間である。 室戸岬までの間は、宿のある場所がかなり限定され、歩き変路にとっては過酷な区間とも言える。旧道がある区間は国道を逸れて歩いた方が変化があってよい。24番西岬寺から、室戸スカイラインのヘアピンカーブを下って、海沿いの国道55号へ出る。25番津寺市寺は、室戸市街地の小高い丘の上にある。次の26番金号。 いただき寺までは、比較的距離が短いが、その先27番新宝寺及び28番大日寺までは、距離が長い。この間も大半は、国道55号に沿っているが、変路道や旧道、防波堤道路、自転車道などがあり、変化を求めることができる。28番大日寺を出て物の部川を問いた島橋で、渡ると、田園風景となる。 29番国分寺から30番全楽寺までの前半は自治体が整備した散歩道があり快適に歩ける。31番竹林寺手前までは市街地であるが、小代山への上り道は昔からの変路道である。この道は最後に高知県立牧野植物園に入るが歩き変路は無料で通行できる。32番全寺峰寺側への下りは、 急な手段なので注意が必要である。32番前寺峰寺から33番設計時の間には、裏戸案が深く切れ込んでおり昔から渡し船があった。現在でもここには、無料の県営都線があり、海を渡る変路道として親しまれている。乗り物にならず歩いて行きたい場合は少し遠回りになるが、裏戸大橋を渡ることになる。 34番主幹寺の前後はのんびりとした田舎道である。三淀川大橋からは国道56号で車優先の騒がしい道となる。高知自動車道とさインターチェンジの手前から北に進み山へ上がっていくと35番清滝寺でらである。清流自動の塚地峠と佐市高岡の市街地まで同じ道を戻り、さらに北へ進むと塚地栄え出る。ここから 塚地峠を越えると海辺の町宇佐である。昔は、渡し船があった裏の内湾の入り口を、宇佐大橋で渡り、横波スカイラインをしばらく進むと36番西流寺の入り口である。36番西流寺から、須崎市には、経路が2つある。一つは、横波スカイライン、裏の内西分、押岡を経由する道。もう一つは、宇佐大橋まで戻り、 裏の内湾の北を通って仏坂を経由する道であり、こちらが古い編路道である。裏の内湾を縦断する、巡航船を利用する方法もある。この先37番岩本寺までは、国道56号があるが、案内駅の先で小坂トンネルを避けて小坂峠を行く経路があり、土桜駅の先は、奥大阪編路道、または、天見水編路道を通り7個峠へ至る。 七個峠より振り返る三十七番岩本寺から三十八番金剛福寺までは、札所間の距離が最も長く、最短でも八十キロメートル余りある。国道五十六号と国道三百二十一号に沿って土佐清水市、いぶりまで、その後高知県道二十七号、足摺岬崎公園線を歩く。途中四万都町と、 黒潮町の町境に片坂編路道がある。黒潮町浮き虫の道の駅ビオス大型付近から、土砂勢南大規模公園内を歩くと良い。その先は、高知県道42号、中村下伝の口線や農道を歩いて、四万島大橋を渡り、国道321号に入る。1620メートルの新伊豆田トンネルを抜け、下の階から海を望みながら、雲も、 大会、犬の都市と進み、県道27号で足摺岬へ向かうが、雲もから途中ところどころに復元された急変路道があるので歩いてみるのも良い。38番金剛福祉から39番、信光寺までは複数の変路道がある。大きく分けると、往路で新伊豆田トンネルを抜けた辺りまで戻り、高知県道46号中村すくも線から、 三原村上長瀬で林道へ入り地蔵峠辺路道を通る道、下の階から、高知県道21号土佐清水宿母線で、三原村役場付近を通り、平田駅付近に出る道、足摺岬から、半島の西側を通って、国道321号に入り、合山神社、大月町、宿母市を経由する、道の3つである。39番信光寺を出て、 国道56号に沿って、スクモに至る。スクモの市街地を過ぎスクモ貝塚から辺路道に入り、錦、式、小深浦、大深浦の集落を過ぎると、松尾峠への上りにかかる。松尾峠が土佐と伊予の国境である。母大の道場松尾峠土佐側には、樹勢東土佐国伊予側には、樹勢西予国和島半支配置の、石中松尾峠を下っていくと、 愛南町一本松である。ここから国道56号に沿って歩いても40番間、自在寺に行けるが、愛媛県道299号一本松、ぐすくべ線を進み相図川沿いに歩くのが一般的である。40番間自在寺を出るとしばらくは国道56号を歩く。愛南町柏から、ハイキングコースにもなっている柏佐古市への急道がある。 そのまま国道を進んでもよい。両道は、宇和島市島町上二十歳で合流する。その後は宇和島まで国道沿いを進むが、松尾トンネルを避け松尾峠の急道を行く、変路道が地元の人々によって復元されている。北宇和島駅の先で、愛媛県道57号広見三県宇和島線に、入り窓峠を登る。 無電駅付近から北上すると41番、両高寺である。41番両高寺の墓地を上がっていくと裏山を越える、変路道があり、愛媛県道31号は三県線に出る。2キロメートルほどで42番仏小寺のがある。さらに県道を進み、松山自動車道の工事現場付近から急道がある。一旦県道に合流した後、花が峠辺路道に入る。 はじめの、少しの区間は、鎖場があるほどの急坂である。峠を下ると肘川を渡り、愛媛県道29号上野村線に出る。松山自動車道、西洋はインターチェンジを過ぎて、上高校の先から山を登っていくと43番、赤市寺である。次の44番、大田から寺までは 70km 近い距離がある。内子町までは、 国道56号に沿っているが、ところどころ急道があり、鳥坂トンネルの手前から、鳥坂峠を越える、変路道もある。伊カ崎駅付近により黒内坊変路道を進み、内子駅の裏に出る。洋日市の町並保存地区を過ぎ道の駅、内子フレッシュパークからありから国道379号に、入るが、少し北に進んで、三戸森峠を越えて、 国道379号へ出るのも良い。突合からは二つの経路がある。一つは、国道379号で北上し、落合から、愛媛県道42号、熊中山線に入りで酒場峠変路道を経て、宮城へ出て、日和田峠変路道を越え国道33号に入る、工程。もう一つは、国道百八十号線で西に進み旧お田町の、 市街地と、その先の父二方を経て、農祖峠を越して国道33号に入る、皇帝である。父二方から、さらに等身し、三河を経て45番岩屋寺を先に回る場合も、ある。岩屋寺道の始め岩屋寺道の八丁坂の途中44番、大田から寺から、峠見堂峠辺路道を越えると、愛媛県道12号、西条熊線に出る。 途中から山道に入り四十五番岩屋寺まで、あと二千八百メートルのところから八丁坂があるが、厳しい道なので、古岩屋を経て岩屋寺入り口まで剣道を歩くことも多いが、昔の人は岩屋寺が、霊場中最も修行に適した場所であるから山道は、俗界の道を行かず瞬間な修行道として、大主だから号を唱えながら登った。十六番上流寺寺に行くには、 国道33号まで戻ることになる。県道12号の河合から高野を経て、青国市に至る千本峠辺路道があるが、夏場は草が繁茂し、通行に支障があるので、峠御道トンネルを通って、熊に戻る場合が多い。国道を三坂峠まで進み三坂峠辺路道に入る。この道は、旧街道で所々石畳が残る。 桜集落より舗装道となり46番、ジョールリデラに至る。この先は当分市街地の中を歩くことになる。47番に坂香寺、48番西林寺、49番浄土寺、50番ハンター寺、51番石手寺と札所間距離が短いのでそれぞれ10分から50分程度で、次の札所に着く。51番石手寺から52番大山寺へは、 道後温泉を経て、松山市街地の北側を歩くのが、最短距離である。三行町から北上し、鴨川を過ぎて西へ進むと田が広がる。予算線の踏切を過ぎ、小高い山のふもとを回り込むと、やがて52番大山寺の一の門が見える。引き返して53番延命寺へは、愛媛県道183号を立伊予脇停車場線でほぼ一直線である。 54番延命寺まで34キロメートル余り、堀江港入り口を過ぎると、響き灘に沿った県道を、北条の市街地まで行く。ここから国道196号に入っても良いが、縦岩川から、仙海駅付近まで、腰折れ山麓の旧道を歩くのが、一般的である。河原工場が並ぶ今治式熊を過ぎ、大西駅付近から精神すると間もなく54番。 延命寺である。今治市内には札所が点在し四家寺は、札所間が3キロメートル前後で、それぞれほぼ1時間で着く。55番南高坊、56番大山寺は、市街地にあるが57番栄福寺のあたりは、多が続き、58番潜有寺は、桜井山の山上にある。辺路道で山を降り、また少しずつ家並みが多くなり、いを途絶え来て前で。 突き当たる愛媛県道156号、桜井山路線を東に進むと59番、国分寺である。横峰寺道遊郎コース山岳寺院の60番、横峰寺までは2 7トルある。登山口までの2 5 4トルはほとんど、国道や県道などの舗装道路を歩く。最後の山道1 6トルは、整備されているが、厳しい登りが続き。 所要1時間程度である。61番公園寺への下りは1トル余り、砂利道の林道を進み、山道に入る。一部急坂の部分があるが、道も標識も整備されていて歩きやすい。山道部分6 4トルの下りには、所要2時間程度。山を下った西条市にある三家寺の間は、それぞれ1トル余りで、所要20分足らずで歩ける。 62番宝珠寺も63番吉祥寺も国道11号沿いにある。64番前上寺へは旧道で 3.4km。近くには湯の谷温泉があり、宿泊も日帰り入浴もできる。65番三角寺までは約 45km、途中の伊予見島駅近くまで国道11号が通っていてそちらが最短距離ではあるが、 新居浜市東端の一部の区間を除き、変路道や、旧道が沿っていて、こちらの方が歩きやすい。三島から、南方向に進むが、松山自動車道の高架を潜って、道山川発電所の先から、変路道を進む。65番三角寺を出ると、蛇行した、緩い下り坂が続く。平山で、愛媛県道、高知県道五号川野大放線と、交差、さらに、 高知自動車道の高架を潜ってしばらく行くと、国道192号に合流するので、運転時登山口まで進む。徳島自動車道の高架下から、急な登山道を、約3キロメートルのボルト林道に合流する。国道の途中境目トンネルが、徳島県との県境である。トンネルの手前の7電から、境目峠を越える急道がある。また、七電からは、 万太峠を越える、変路道もあり、徳島、香川の県境を通る林道に接続して66番運転時に、至ることもできる。涅槃の道場運転時参間の寺川山道は、標識も整い、道も整備されていて歩きやすい。登山口から、香川県道240号続位観音寺線で、岩鍋池まで進むと67番太閤寺まで 2km、足らずである。 68番、神恵院へ向かうには北に進んで、国道377号へ出る。観音寺市新田町から池の尻へ向かい、香川県道6号込みや観音寺線に入る。予算線の踏切を越え市の中心部を通過してリ山河橋を渡るとこと団八幡宮の山が見える。このふもとに68番、神恵院と69番観音寺が同居している。 埼玉の下半道を東に進むと約1時間で70番本山寺に着く。71番宮田寺江は高瀬駅入り口付近まで国道11号と沿っている旧道を歩く。高瀬からは香川県道221号、宮尾高瀬線を行き、三豊市の武田交差点の次の交差を右に進むと、道の駅触れ合いパークミノの標識が見える。 71番矢谷寺はその裏山の上、山道の途中の俳句茶屋から長い石段が続く。万太ラ児童の竹林俳句茶屋から、わずかに下ると、変路道が分かれ左へ。竹林の中を歩くと、蛇田道の包みの道になり、高松自動車道の側道から、大池のあぜを通り国道11号に出るが、すぐに、香川県道48号全通自宅間線に入る。 三井の絵で右折し細道をたどっていくと72番、曼太羅寺、73番で釈迦寺もすぐ近くである。再び剣道に出て、右の高台に、池が見えてきたら左斜めに分岐する細道に入る。正面に、鉱山が見えるので麓を回り込むと74番鉱山、寺である。もう75番前通寺もすぐである。 四国子供と大人の医療センターを目印に進み、県道48号を横断して路地に入ると二つのガランの間に出る。普通はまず近道へ参拝するので先に左の東ガランに入る。西ガランには、三陰堂、宿坊、農協所がある。東ガランの東門を出て直進すると土産線を越えて、 香川県道25号全通じたド線に突き当たる。県道を進んでも良いが、少し東に入り、高松自動車道、吉道寺インターチェンジの下を通る、変路道がある。76番金草寺を出ると、国道11号を横断し、静止金量の工場を過ぎると、ほぼ一本道で77番道高寺に約1時間で、着く。さらに、 香川県道21号丸亀拓馬豊浜線、香川県道33号高松全通寺線で丸亀の中心を通って進み、うぶすな神社手前で右に入ると78番、号寺市寺である。宇たずの町並みを見ながら、予算線の高架下で、県道33号線に合流、境出商店街のアーケードを通り、市の中心部を過ぎて、予算線の踏切を渡る。 やそばの緩い坂道を登り切ると79番天皇寺がある。白鳳宮の鳥居を潜って予算線を渡り、県道33号線に入る。80番、国分寺までこのまま県道を歩いても良いが、鴨川駅付近から国道11号か旧道に入る場合もある。80番国分寺から五色台へ登る。家並みの中の道を北へ進み。 ため池を過ぎると上りにかかる。急な上りを経て、一本松の展望休憩所に着き、ここから少し上ると、香川県道180号鴨川停車場、五色台線に出る。県道を西に進み陸上自衛隊、五色台射撃場入口付近から林道を北に、入り辺路道に合流して、西に進むと81番白峰寺である。 同じ道を戻り、往路の合流地点で曲がらずに直進する。ハイキングコースにもなっている山中の道である。3.4km で、県道1 8 5号線に合流しごしき台、オレンジパーク入り口から、ネコーデラ編路道を行くと82番コンコーデラに着く。オレンジパーク入り口まで戻り、県道から分岐する木梨への車道を下る。途中何箇所か、ヘアピンカーブを、 ショートカットする歩道が設けられている。山口加護神社のあたりで参道に入り木梨まで下る。予算線の踏切を通り木津川を渡って、岩田神社を過ぎこう東川の貸し道を南下、沈下橋を渡る。高松自動車道と国道11号を過ぎると、家並みの間を抜けていく細い道に、変路道標識がついている。83番一宮寺から屋島へは、 高松市内中心部を抜けるが、香川県道12号三木国分寺線を東に進み、春日川を北上する経路などもある。市街地なのでいくらでも道筋は考えられるが、わかりやすいのは、香川県道172号川東高松線を、北上、栗林公園手前で、国道11号に入り、高松市番町交差点で国道に沿って右折する、経路である。 ヤシマ町交差点を左折し方元駅前から、返上院前を通って、ヤシマ登山道を登ると八十四番ヤシマ寺がある。ヤシマ条の西側にある廃業した、ホテルジン郎ロウ付近から段の裏に向かって下る、偏路道がある。かなり急であることと、途中で、ヤシマスカイウェイを横断することに注意が必要である。下り切ったら、安徳天皇舎のところで右折。 香川県道150号八島停車場、八島公園線の合流、少し先で左折し高橋を渡って、群れ北小学校の前から細道をたどり、薬里登山道を登ると85番薬里寺に着く。下りは山の反対側へ、香川県道145号薬里連線を歩く。薬里新道駅前で国道11号に接続する。 道の駅源平の里群れの先で急道に、入り道なりに直進すると86番、指導寺である。次は門前を左に進み国道11号と、交差して、香川県道、徳島県道3号、指導山川線を南下すると2時間足らずで87番長備寺に着く。大久保寺の境内目前88番大久保寺へは、さらに県道3号線を南下する。 ダムのある先山から二つの経路がある。昔からの変路道は、先山小学校の先から山道に入りや井グさえ抜けて、スケミツから現在の国道377号に沿っている。しかし、ダム湖の先のクルス神社から山道に入り774メートルの女体山山頂を超える工程を取る人が多い。ただし山越えの道を通ると、山門を通らずに、 いきなり本堂裏に出てしまう。66番運転時は、住所から言えば、阿波であるが、四国88箇所においては、札書番号順に見て、さぬきの札書とされてきた。したがって、変路道も愛媛県四国中央市から一旦、徳島県三好市に入るが、66番を変路道の区切りとした。一番へは三つの経路がある。国道七十七号で、 東香川市長野まで同一だが、ここから一つは、東谷川に沿って、徳島県淡わ市場町をおかげにて、香川県道、徳島県道2号津田川島線を南下し、淡わ市場町上きいより東へ向かい10番切れ、旗寺のふもとに出て、徳島県道139号、船戸切れ、旗上田線、徳島県道12号鳴門池田線を通るもの。 あとの二つは、中尾峠を越えて、白鳥温泉を通り、再び国道377号線に戻った後、香川県道40号白鳥引田線で、引田に出て、大阪峠を越えるまで同じで、一つは、徳島県道、香川県道1号徳島引田線で3番、金泉寺近くまでなんか、徳島県道12号鳴門池田線へ出るもの。もう一つは、 徳島県道41号徳島北灘線で、宇多津越を越え、大浅彦神社付近から南下してくるものである。再び一番霊山寺に戻ることによりつなぎ目のない、縁になることで完結したとみなし、最寄りのターミナルから、交通機関を使用するものが多い。さらに、徳島港へ向かい高野山を目指すものもいれば、一旦、帰宅した後、高野山を目指すものもいる。ただし、 基本的には88番大久保寺で決断しているので、一番霊山寺に戻る必要はなく、大久保寺からバスに乗っても良い。焼山寺道の辺路転がし山岳寺院札所への厳しい上りの辺路道を、辺路を転げ落とすような道の意味でこのように呼び、次の区間がある。泡の3箇所は、特に、1に焼山、2におつる、3に大野竜と言われる。 この他に次の山岳区間も変路頃が、市と呼ぶことがある。添え水変路道廃道となっていたが、近年になって歩きやすく整備された、変路道に次の区間がある。大日寺形大運転寺童第一、区間終点岩屋寺道第一区間の峠見道ね、高寺道の起点の道標と、長石、志、札所変路の日記で、法納四国中平地の日記と、記述が一致し、 同一の書物の可能性がある以降は、一般的な四国編路同士なんと表記する。この記録は、九州日日新聞に対象7年6月6日から12月16日まで105回にわたって連載され、後に、娘巡霊記として出版されている当時は、八幡浜港のすぐ近くの吉蔵寺が37番札所を名乗っていて、宿望もあった真面の、 四国変路道市南が一番から順に紹介する、現存する最古の書物。坂東駅から一番零残寺まで徒歩 0.7km、高松自動車道鳴門西パーキングに、バス停はあり、一番零残寺まで徒歩 1.2km、県営都線、巡航線八丁遡り口の看板よりさぬきし、コミュニティバスの指導タワ線で、88番。 大久保寺から JR シドヤ高松自動車道場にあるシドバス停への定期便がある ABCD 例は3年3月26日文部科学省、国時第48号例は元年10月16日文部科学省、国時第82号各編路道の名称の付け方は、その道の先にある札所の名前を冠にする前例に従っている。なお、 画像はその先の札書に向かって撮っている。http://awakouko.info/modules/.bretin/.index.php、ページイコールアーティクル&、ストーリードイコール 209, 世界遺産暫定一覧表記載資産候補提案書、四国88箇所と、 変路道平成28年8月版14ページより。 https://www.city.komatsusima.tokusima.jp:/docs2275.html h h https:/ehime-c.esnet.ed.jp:/bunkazai:/ke n n o b u n k a z a i スラッシュ s h i t e i b u n k a z a i スラッシュ s h i s e k i スラッシュ p d f ダッシュ f i l e s スラッシュクスラッシュ4ダッシュ1ダッシュ1オ i y o h e n r o m i t i p d f http www.st 全通寺香川ドッ jp 組織50 デジエムカルチャーディテール -136 インデックス html ハート http コロンスラッシュスラッシュ www.st.sakaide.lg.jp スラッシュ soshiki スラッシュ bunkashinkou スラッシュ henro-negoro.html ありがとうございます。